こんにちは、博士の青木です。今日はですね、クロコダイルシリーズ、もしかしたら待ってくれていた方いらっしゃるかもしれないんですけれども、強力なね、インパクトがあるクロコダイルレザー、革の宝石と言われる極上素材を使ったブラックデニムを紹介したいと思います。やっぱり池田さんのクロコダイルって立体感がすごく違うんですよね。クロコダイルをワンポイントにして身にまとうっていうのがすごくこう贅沢なことだろうなと僕は思うんですよね。で、その贅沢さっていうのをこう触っていられる、そういうデニムっていうのが一つ、クロコダイルスカーっていうのがコラボシリーズでありました。あちらのスカーっていう作品はどちらかというとこうクリーンなイメージっていうのをこう心がけたんですよね。だから引きちぎったりダメージ入れたりみたいな、そういったことは全然してなくて、クロコダイルの入れる位置とかデザインとかっていうのもすごく考えて、どちらかというともうそれってこう狙っていって、そういう方向性で作っていました。今回はデニムパンツをね、こうずっと履いていると大体こう傷になっていったり、例えばインディゴがね、色落ちになってくる場所とかっていうのをいろいろなところをこう研究して、そしてまあブランドの得意技でもあるね、ちょっとこう膝よりも若干上に、まあ、マジックニーっていうね、少しこうスタイルがすごく足が長く見えるような、クラッシュ技法っていうのを用いて作ってます。で、クロコダイルレザーとあとはこちらはトモジですね。同じ素材をブラックデニムを貼ってこんで、新たなクロコダイルクラッシュという1枚を作りました。こちらのこうクラッシュに関してもクロコダイルっていうのをずっと触っていられることができます。なのでめちゃくちゃこう気持ちがいいですよね。濃い点というか濃い点というか、ここにこう輝くクロコダイルがね、これだけの分量を当て込んでいるっていうのも珍しいと思うんですよね。このクロコダイル、クラッシュなんですけれども、実はもう一つの特徴としてやはりこう上質な水、蒸留水っていうのがキーワードになっていて、その岡山井原市のですね、こうデニムの聖地と呼ばれるその蒸留水で染め上げたブラックデニムになっています。この蒸留水だけを使っているデニムだからこそ、全く風合いがと、あと張り越しっていうのがすごく違うんですよね。ラグジュアリーなレザーだけを使うんじゃなくて、ラグジュアリーなデニムと一緒にこの素材っていうのをこう見てもらいたいなと、こういう形になりました。今回のクロコダイルクラッシュ、改めてファガッセンのスキニーシルエットのこう極意というか、スキニーシルエットがなぜこういうスキニーシルエットであるかっていう、いろんなこう説明を踏まえながらちょっと紹介してみました。そういうブラックでかっこいいね、1枚をぜひ身につけてもらえて、ぜひ体感してみてもらいたいです。今日はクロコダイルクラッシュ、池田光慶さんの、クロコダイルレザーを身にまとったブラッククラッシュデニムの紹介でした。ありがとうございます。